チス誰も知らない狩人ことイカレタコスケです。とうとう今日、0時32分今日だよね。アップデだけじゃないよね。本日4月23日、マムタルトマスターランク、そしてネロミエール歴戦をなぜか統治法になりましたが来ることになりました。というわけで最後におさらいとね、簡単にお話をしていこうと思います。もう夜中なんでね、まだ起きてらっしゃる方は暇つぶし程度のラジオ感覚でお聞きいただければこれ幸いといったところでしょうか。クショペペペイ、とりあえず今回のマムタロと、私動画でもね何度も申してましたが、イベントクエストで期間限定は変わらずで、これわかんないんだけど、4人、最大4人で挑むわけですけども、これが一人でも挑めるけどベヒーモス級なのかどうか結局まだ多分分かってないよね。なので、一応ね明日も準備してる人は、野良に行く準備もしておいた方がいいかもしれないです。フレンドで固められない人はね、ソロでも多分倒せないことはないと思うんだけど、最初はもしオンラインできるのであれば、多分マルチの方が戦闘等々もね分かりやすいかなと。ベヒモスだってね、極ベヒも通常ベヒも倒されているという実績がありますから、強さはね、もうどうやって倒すかっていうのはどうなるか分かりませんけどね。もう核三段乱れ打ちとかね、なんか他にも手法が後々出てくるかもしれませんが、一応4人でなんとか倒す感覚で考えておいた方が楽な気がしますね。マムタロトだからね、いきなり16人から1人にはならんやろという感覚です。で、前回というか、上位のマムタロトにあっためんどくせえやつは全部なくなりました。これ上位もそうなのかならしいね。で、拠点からも受けられると、集会所に行かなくても受けられるというわけで、本当通常クエストだよね。通常クエストになって非常にやりやすくなっております。そして今回は撤退ではなく討伐で、出現エリアが1がなくなって2になったらしいですが、1は削除って聞きましたけどね、どうなるかは分かりません。あの迷路なくなってしまうと、環境生物係の人が、環境生き物係の人たちが地平道を吐くことになりそうなんで、もしかすると1自体は残るかもしんないですね。ソロでもいけるみたいだからね。そしてマスターランクになったことによりクラッチ関連なんかも入ってくるようになっております。楽しみですね。いやもうね、すごい眠いから、明日9時からだから、今日9時からだから寝たいんだけど、ちょっととりあえず喋っておかないとこれ寝れんなと思ってね。そして報酬の方は鑑定武器を排出ではなくなりました。これさ、一つ私個人的に気になったんですけど、マムタロトって設定上はね、背中に黄金のマントを背負ってるじゃないですか。あそこにたくさんのいろんな歴戦の武器たちが、マムタロトにいつ戦いを挑んだのかわからないけど、一騎団が戦い挑んだのかどうかわかんないけど、とにかくいろんな戦場に残されていたであろう武器たちがマムタロトのボディにくっついてる金と融合することによって、マムタロト武器ガイラシリーズ、黄金シリーズになってたという設定だったんですけど、鑑定武器排出されないってことになったじゃないですか。ってことは、ストーリーで言えば、第1期団が戦って、その後5期団が撤退まで追い込んだ。その時に長年食べ込んでいるはずの、背中の金のマントぶっ壊しちゃったよね。もし同じマムタロと撤退に追い込んだマムタロと戦ったとすれば。ってことは、そのぶっ壊しちゃったから鑑定武器が出ないっていうことにつながるのであれば、背中の金のマントの性質が変わっている可能性もワンチャンあるかもしれないですね。もしかしたら、その辺の鉱脈行って、やべえやべえと、金のマントをね、せっせと作ってきて、武器もないけどよろしくね、という可能性はあるけども、でも、マムタロトのね、ちょっとね、これは考察に入っちゃうんですけど、黄金シリーズやガイラシリーズを強化する素材っていうのは、結局、
マムタロトの本体から手に入る素材の可能性もまああるけども、もしかするとマムタロトが新しく背負っている金のマントの素材がとても特殊なもので、見た目とか変わるか分かんないけど、その素材を使って強化するってなると、じゃあまあ黄金武器みたいな武器をねさらに強化できるっていうとね、なんか龍脈とかね、その辺のエネルギーをまとってくんのかなとかね、ムフェトジーバとかの関連もありましたから、もしかしたらそういった設定がなされて鑑定武器が落とされることなく、うん、新しい金のマント、新しい性質の金のマントを装備したマスターランクマムタロトとして戦いを挑むことになるんではないかなと胸ときめかせているわけです。なんでね、もしかすると全然あの雷が効かなくて実は竜属性が効いたりする可能性もあるかもしれませんね。度肝を抜かれるかもしれませんね。まあどんな場合があっても固定概念にとらわれず、固定観念にとらわれず柔軟に対処していきたいところで、これも前にも言ったんですけど、鑑定武器のレベルアップって言ってるんですけど、これって強化なのかな。今返事を待つ間でしたね。レベルアップって書いてあるんだけど、これってさ誰、なんか明確な情報とかね、もしあったらちょっとコメント欄にお願いしたいんですけども、お願いコメント欄なんですが、うん、でもレベルアップによって鑑定武器のレア度が上がるってことは普通の強化なのかな。ここもちょっと気になるところですね。もしかすると予想以上の周回は必要になってくるのかもしれません。でもそうだよね、そもそもマムタロトの防具を作る素材以外は合流鉱石、何っけ、合流鉱石、ムフェトのね素材みたいに、ああいうアイテムが出てそれでレベルアップさせる可能性はまあなきにしもあらずだよね。広角、何マスターランクの角とか、もしくは宝玉とか、そういうのでレベルアップさせるのはね、この辺がちょっと私ずっと気になっているところでございます。まあもうすぐわかることですけどね。そして、これも毎回言ってますね。マカレンキンバーさんに素材を持っていくことで、マムタロトの上位武器、ガイラや黄金も出ることになりますよと。そして上位のマムタロト自体も、簡単になる。これ、でも上位のマムタロト簡単になるって聞いたけど、どうなるんですかね。流れは同じ？そういえば。人数は、増えたまんまなのかな。まあでもまあマスターランクの武器で挑めばね、4人パーティーだったら上位のマムタロトだったらね、1よりもそんな難しくないとは思うんですけども、まあそれの鑑定武器関連はレア度の高いものが出やすくなっているらしいので、まあ錬金婆さんの効率が悪かったら上位マムタロトをサクッと回すっていうのもねいいかもしれないですね。どれぐらい、まあ、どれぐらいだろうな。マスターランク回してれば揃うようにしそうな気はするけど、ムフェトの件がありますからね。そしてまあもうこれもねずっと言ってることですけども、武器のチェックをしておかないとね。これさ、ガイラ黄金、それからガイラの低レア武器、素材が強化素材が同じかどうかわからないじゃないですか。これどうなるかね。もし例えばだよ、まあさすがに強化先わかると思うんですけど、先ほど言った通り鑑定武器をレベルアップによってムフェト方式みたいにある程度強化しないと最終強化値がわからないみたいな場合、どの武器が強いかわからないじゃないですか。黄金武器が当然強いと思うんですけど、まあガイラとかそれより下のランクのシリーズ、なんだっけ、そう名前あったよね、ガイラの下もね、シリーズを強化したらめっちゃ化ける可能性もなきにしもあらずですよね。なんで最初にまず最強の武器を狙いたいなって思ってる人はちょっとそこをねチェックしてからがいいかもしれません。ガイラ族ヘビーとかね、低レアでも強い武器あるからね。個人的にはだから黄金シリーズには属性改心とかセットスキルがついてるんで、もうそのままね性能をアップさせるだけだったら、まあ黄金シリーズ一択だと思うんですよ、一部の武器を除けば。でもこれがさ
もしその下のランクにも新しいセットスキルがつくとかになってきたら話変わってくるよね。だってあのさっき言ったあの上位のマムタロトの排出武器は鑑定武器か、高ランクのものが出やすくなるってことは低ランクのものは出にくくなるってことですからね。なんだかんだ言ったって高レア高レアって言われてもガイラ族ヘビー全然手に入んなかった人って結構見受けられましたから、なんでちょっと強化するときは気をつけたいですね。あとまあこれなかなかないと思いますけど、同じ武器だけど強化先が違う、まあムフェトの覚醒武器もまあそうちゃそうですよね。同じ武器だけどランダムな部分がある可能性、セットスキルがランダムとかね、そういった可能性があるから、じゃ、まあね、どれぐらいの効率でその強化素材がもらえるか分かりませんけども、まあちょっと私は気にしたいとこだな、気になるな、私やっちゃいそうだもんな、タコスケな。一発目に鍛冶屋に、まあ、鍛冶屋か分かんないけど鍛冶屋持ってって強化先見て、これだこれつえって言ってすぐ強化したら思った以上にね素材が手に入んなくて後で泣きを見るみたいなことやっちゃいそうですからね。まあその辺もちょっと加味して明日期待していきましょう。歴戦をネロミエールも来るしな、あと忘れてた、そう武器の見た目変えられますからね。まだ一部ってことで、なんだっけ、防具の重ね着みたいに、全部のね、武器の見た目に変えられるわけじゃないみたいですけども、しっかり増えるらしいので、ここも楽しみにということでね。いや、来るぜ。黄金ガイラシリーズと大量の武器が来て、さらに見た目も全部変えられるということで、まあ、明日が待ちきれなくて、なかなか寝つけない男、イカレタコスケでした。それでは。あ、この動画の意味は、あと、7時間ほどで失われるわけですけども、見てくださった方々、ありがとうございます。それでは、おやすみ。